インコース詰まりました。ここはフライになっています。細川掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回終了2対0、ベイスターズ先制です。3回の表追いかけるファイターズの攻撃、バッターは9番に入っている江越。ベイスターズリードで迎える3回です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。インコース低めの球、ノーボールツーストライク。次が3球目、ファウルになります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。林抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター郡司、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。東まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目、低めは外れました。ボール先行です。外の低めです。ファウルになります。痛烈、これもファウル。またファウル。打った、掴んで2アウトです。バッターは今日 DH に入っているマルティネス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか、高めスライダー外れました。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。打ちました。ショートが取る。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか？まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。これが2球目、この球は落としましたが決まりません。ボール先行です。落としました。外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。5球目は何で来るか、
ストライクになります。フルカウントになっています。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。バッターは今日 DH に入っているオースティン。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。外は入っています。あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。ボールになります。バットに当たりません。三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番梶原。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。チェンジアップ空振りです。ノーボールツーストライクです。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。3回終了2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。回は4回の表、日本ハムファイターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは加藤。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ベイスターズリードで迎える4回です。高めに持ってきました。3球目は何で来るか。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。林抑えてワンアウト。バッターボックスには4番野村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。スライダー決まりました。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。5番バッター伏見。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インサイド打ち上げました。詰まりながらもセンターへ。ここはフライになっています。関根が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたがここは三者凡退に終わっています。2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。松尾バッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。
ベイスターズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。初球からいきました。高め外れました。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。6番バッター東、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。ここぞの場面で決めてくれましたよね。見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。よく見ています。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。インサイド、この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。4回終了2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスは6番石井。ベイスターズリードで迎える5回です。打ちました、ボテボテ。セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは7番今川。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。前の打席はちょっと不甲斐なかったですよね。ここは挽回したいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが東、そしてファイターズが北山、この2人の投げ合いとなっています。打席には8番バッター細川。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ツーアウト、インサイド落ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。初球ボール、次が2球目、これはバットが泳ぎます。低めの球ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ4球目は何か、打ちました、あっと強い当たり取れない。
先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。打順は8番森。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてないか。送ります。取りました。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。低めのボール打った。このフライはどうだ、落ちるか。レフトフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには関根が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですね。釣り球、しかし誘いには乗りません。150キロ。振り遅れてますね。ファウルです。ワンボールツーストライクです。外際どい球、ボールになります。しっかり捉えた。難しいバウンド、ショートうまく取って一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ました。